アップル iPad iPad Air iPad Air は、アップルによって開発及び販売されているタブレット型コンピュータである。2013年発売の第1世代、2014年発売の第2世代は、従来の iPad シリーズと同じ9.7インチのディスプレイを採用し、その薄型、軽量モデルとして位置付けられた。2015年から2017年の間は、 iPad シリーズが販売されず、その後継機種、または代替機種として iPad Air は販売されていたが、2017年に iPad シリーズが復活され、2016年から iPad Pro 9.7インチモデルが発売されていたため、iPad Air としての後継機は2019年まで発売されなかった。2019年に発売された第三世代は10.5インチの ディスプレイを採用し、従来の i p a d シリーズの薄型、軽量モデルとしてだけではなく、エントリーモデルとしての i p a d シリーズと、ハイエンドモデルとしての i p a d Pro シリーズとの間を埋めるミドルレンジモデルとして、再定義された。2020年10月に発売の第4世代は、ホームボタンを排除し、A14 バイオニック10.9インチのリキッドレティナディスプレイと、 USB-C を採用している。第4世代も第3世代と同様ミドルレンジモデルとして販売されている。サポート終了販売終了 Apple Store 携帯キャリアで販売中モバイルネットワーク対応モデルを含めた各機種の使用詳細については各機種の記事を参照。また iPad mini iPad Pro の機種ごとの使用一覧はそれぞれの記事を参照。ありがとうございます。